さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間でございます。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。でこの番組では様々な業界からゲストをお呼びしまして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯ビジネスのノウハウなどを伺っちゃいます。で最後にですねラジオの趣旨である身だしなみについても伺えればなって思っております。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみの意識が変わるかもしれないってそんな番組にしていきたいと思います。パーソナリティは私マージンのビジネスコーディネーター小川文子が担当いたします。それでは CM の後ですね本日のゲストを紹介いたします。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ。ツーリングの休憩所にハーレーカフェ。ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。はい、リーダーの皆さんに CM 開けました。本日のゲストは、永井聡さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。永井さんから簡単に自己紹介なんかもしていただけたらと思います。はい、銀座水橋プロジェクト、という銀座水橋プロジェクトという、銀座のビルの屋上で養蜂をやっているプロジェクトの NPO、はい、これの理事をしております。なかなか聞き慣れないお仕事ですけれども。そうですね、はい、銀座のビルの屋上を使って養蜂をやることを、うん、のその活動の理事をやっているんです。そうですね、はい、どういうまず事業内容なんですか。事業内容としては、一つは、銀座って実を言うと、結構危機が多いんですね、はい、で、ミツバチというのは半径、4キロ四方の4キロ四方、はい、飛んでいく習性があるので、そこのビルを中心にして4キロ四方っていうと、浜離宮とか、あっちも入るんですね。それから、縛り球とか、縛り球、庭園、そう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 、それと、皇居のお堀、ああなるほど、の畑でギリギリ、隅田川の川べりまで行くんですね。ですね、隅田川の川べりって言うと、まあ、佃島のその周辺だけれども、その辺まで行けるというのが、東方で飼っているミツバチの、活動エリアになっています。で、屋上の広さってどれぐらいのとか。屋上の広さはね、そうだな、大体20畳弱、はい、ぐらいの、大きさだと思います。ちょっと正確にかかったことはないけど、はいはいはい、そこが、そもそもの発祥、発祥、はい、ということですね。まあ3年前スタートが、はい、結構長いんですね。そう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 、まあ、時期としては結構長くなりました。これでどういうプロジェクトのきっかけというか、なぜその銀座で養蜂を始めることに
なったのかっていうのが、そもそも、移動養蜂家、岩手の移動養蜂家がいて、うん、その岩手の移動養蜂家というのは、春になると、うん、皇居の周辺の、花々の蜂蜜を取るために、うん、岩手が出てきていて、うん、で、昔の社民党さんの、ビルの屋上で養蜂をやっていたんですね。で、社民党さんのビルの屋上がなくなる可能性があるということを、踏まえた上で、ちょっと別の地域を探していきたい、はい、その近くで、だそもそも永田町にいたのが、永田町から別のところこの近くで行くと、赤坂だとか、はい、日本橋だとか、銀座だとかという話があったんですね。で、いくつかビルを見ていくうちに、いわゆる銀座の町の、研究会をやっていたチームがあって、はい、でそのチームが、紙パルプ会館という、うん、会館の、役員をしている人、うん、でそこの、まあ、ビルの屋上を見に来られましたと、うん、まあ、そこに僕らも参加をしてたんだけども、そのビルの屋上を見たときにここだったらさっき言ったように、うん、浜離宮もあるし、皇居も近いし、それから銀座のいわゆる、うん、街路樹の花々も狙える、そこもあるということでいいなっていうふうに思っていただいたらしく、ただ、何回か話をされしているうちに、はい、養蜂業を営む人からすると、うん、せいぜい今我々がやってるビルの屋上っていうのは、うん、蜂箱が、5箇所ぐらいしか開かないですね、はいはいはい、5箇所っていうと、まあ蜂箱5箇所だとちょっと、規模が小さい、おので、まあ、自分が指導するから趣味でやってみたらどうですかという話から実は始まってしまった。あ、そんなこう営利目的ではなくて、うん、どっちかというとこう確かに都内の屋上を使って蜂蜜を作るっていうこと自体がまず面白いプロジェクトなので、うん、そういうのをまずやってみないかみたいな感じで、そう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 、でたまたまその時期に、東京都さんが、うん、屋上の緑化というのを、一つの、企業、まあ、事業の企画としてお持ちになっていて、屋上緑化を単にするっていうことだけでは面白くないから、うん、屋上で食べれるものを作るとかっていう、緑化活動ってどうかなっていう発想が一つあったんですね、うんうんうん、これはエディブルランドスケールっていう発想なんですけども、エディブルランドスケープ、ランドスケープ、はい、ランドスケープってのはこう景観ね、景観、エディブルっていうのは、食べられる景観という、食べられる景観というのを一つ考えてみませんか、はい、ということの中で、だったら、蜂が、いろいろな作物に受粉をするという農業効果がありますと。うん、エディブルランドスケープという発想からしたら、屋上にいろんな作物を植えてそこに蜂が行くというふうなスタイルってちょっと面白いかもしれないね、うん、ということが一つ発想としてありました、はいはいはい、あと実はもう一つ、もう一つ、今、銀座6、はい、新しくできた、まあ、新しくできた松坂屋さんできてましたけれども、はい、そもそもあの松坂屋さんができる、きっかけになったのは、はい、松坂屋自身を、ある不動産会社が、はい、あそこのビルを買って地上100メートルのビルを作るっていう話がある。で地上100メートルのビルを想像してもらっていただければ、うん、いいんですけども、そんなビルができるっ
と、うん、銀座の歩行者天国、はい、ここに光が全然当たらなくなる。あー、なるほど。だこの100メートルビルはなんとなく、はい、やめてもらいたいなという気持ちが街の人たちにはあるから。おー、ひときわ高いですね。ひときわ高いビルができちゃう。で、ひときわ高いビルを作らないためにはどうしたらいいんだろうかっていうことで、うん、これで、蜂がこう街の中を動けるっていうビル群だったらそんな高いビルいらないよねと、うん、蜂って実は、11階ぐらいの高さ、うん、11階ぐらいっていうと、だいたい50メートルぐらいかな、50メートルぐらい、うん、そのぐらいの高さのところは下から上まで登ってくることができる。あ、はい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 。で街路樹はもうちょっ と,、1メートル以上上のところにあるから、うん、もう少しその距離が短くなるけれども、そうですね、まあ、ちょうどそこの部分が、活動範囲としても見てくれる。あ、はい、高さと広範囲、はい、そうするとそんなビルを作ったら小さい動物っていなくなっちゃいますよっていう、まあ、ある意味町の人たちの暗黙の反対があったの、ね、うん、でその暗黙の反対に、松坂さんは、なんとなく、屈してしまって高いビルができなかった。あ、そうだからビル見てもらって分かる通り、通りのところは10階ぐらいの高さ、うん、そうですね。で、ちょっと奥まったところが、12階ぐらいの高さ、うん、実は三越さんもそう。どれぐらい、あれの10階ぐらい、三越さんも、通りの入り口のところは10階ぐらいの高さで、隣の別館のところが、さらにちょっと上になって12、3階。あ、そうですか。という形になったって、気に使ってそのビルの周辺はそういう、まあ、銀座の4丁目を中心とした、はい、あの大通りのところはそのぐらいのビルになっちゃった。でこれが活動範囲ではあるんですね。そうこれはたまたまね、その時に、中央区の、議会でも、うん、条例ができて、いわゆる4丁目晴海通りの交差点のところって、うん、50メーター以上の高さの、建物は作らない。お、日の光の問題もあってそのものは作らないという、条例を可決してくれて、で、まあ、ハザードがこう整ったっていう、そういう状態なんだね。まあ、そういう意味で言うと銀座ミツバチプロジェクトのきっかけっていうのが、まあ、その2つの、うん、きっかけで、松の人たちが応援をしてくれたということだと。いくつものビルの屋上に今あるってわけじゃなくて、今ね、いくつものビルの屋上にあって、最初は一つから始まって、で松屋さんのビルの屋上でいろいろな作物を作ってくれるというふうな、ことが初期の段階では随分ありました。うん、あとその近くにある白鶴酒造のビルの屋上でも作物を作ってくれるとか、それ他にも三つ町以外にも、そうえ、お野菜とかですか。野菜とか、へえ、それからお米とかね。屋上緑化ってちょっと前っていうか結構前にこう話題になってて、まあ、なんていうんですか、こうマイナスクールビズ的なノリで、うん、マイナスなんとかかんとかで緑化を屋上でやっていこうの、その時ぐらいからですか。そうその時ぐらい。でも普通に、ね、屋上緑化っていうと芝生を作るとか苔を、そうですよね、憩いの場にするようなイメージが多いじゃないですか。はい、これだと、まあ、ある意味、手間暇かかります、うん、芝生入れたら芝生を刈りに行かなきゃいけないし刈るだけじゃん。はい、まあ、何も生まない、何も生まないでしょ。苔置いたって、何も生まないでしょ。何も生まないですね、うん、ということを考えると、何か生むものがあった方がいいね、うん、っていうのは、まあ、銀座の人たちの発想。いいギャップですね。それで今こう
結構こう作物取れて、うん、屋上でも適しているんですか、そういうの。屋上でも取れる作物に限定をしてやる。限定して、うん、でもこれこう一般に出回るほどの量取れるわけじゃないですもんね。うん、まあ一般に出回るものの量ではないけども、例えば白鶴さんのお米なんかは、うん、白鶴酒造さんが、銀座の酒造醸造所という免許を取って、でそこでお酒を作りますと。でお酒を作る程度のものはできちゃう。できちゃう。へ、大量のものじゃないよ。はいはいはい、限定品のお酒ね。銀座で作ったお米で。そう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 。いいですね、すごく。というものとかトマトとか、うん、これも、多少できるとかね、そういう限定品がまあ出来上がるって、どっか買えるんですか。ね、トマトは、もうなんかまあ市場に下ろしたって言ったね。初売りかなんかのところで下ろして、で値をつけさせて、まあ特急品みたいな形で銀座プライスでいけるんですかね。そう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 、銀座プライスで。おまあそういうことを十何年間やってきて、今や、場所としては、4カ所。4カ所、はい、4カ所のビルの屋上。屋上に養蜂場がある。さっき話戻っちゃいますけど、移動農法、移動養蜂、移動養蜂、うん、で僕初耳の言葉なんですけど、うん、移動養蜂ってどういうことなんですか。移動養蜂っていうのは、養蜂家が季節ごとに、養蜂場を変えていくってことなんです。つまり、日本って四季があるわけだから、はい、いわゆる南鹿児島から北上していって、うん、北海道までの間に花々が咲く時期は違うでしょ、みんな。そうですね、南から、あ、うん、南から、うん、南から来ますね。そうそうそう、いうふうな形でいくと、一箇所に置いておくよりも、うん、そのところどころに置いて、で、どんどん移動させていって収穫をするっていうスタイルが結構、養蜂家の中では割と主流。あ、そうなんですか。常に、まあ、取れるように暖かいところに移動しながら。そう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 。全国にその養蜂家の中では移動養蜂をやってる人がいるんですか。今で結構、いるんじゃないかな。蜂を持っていくんですか。蜂を持っていく。車に積んで。車に積んで。へえ、すごいな。で、拠点を決めて、でもそれってあんまりこう都内ではできないですよね。やっぱり都内ではできないね、あんまり。だから、まあ、東京都内でやったのは、例えば八王子の方とかね、うん、三鷹の方とかね、森が多いところ、森が多いところではやっているけれども、はい、いわゆるその23区内でやっている人は、昔ね、僕が小さい頃だから、30年ぐらい前、はい、もっと前だ、40年ぐらい前、新宿病院の近くでやってた人がいたって僕は知ってる、まあ、見たことがあるんだけども、それもいつの間にかなくなったね、その人は。永井さん、この移動、あとそのミツバチ、この屋上緑化のこのプロジェクト、ミツバチプロジェクトに参加されても十何年も。そうそうそう、最初から参加してるから。うん、今人数はどれぐらいいるんですか。大体今、メンバーは60〜70人。いや、ここ多いですね。60〜70人。こちらにこう養蜂場を見に行くこともできるんですか。養蜂場を見に来てもらうことはできます。まあいろんなそのやり方というか、いろんなその、対応の仕方があるんですけれども、まあビルの屋上で養蜂をやってるってことをもの珍しく思ってる人は結構、全国あっちこっちにいらっしゃって、ほとんどがもの珍しい話ですよね。うん、
で、例えば JTB さんが、はい、それを見せに行きましょうっていう知恵の旅っていう旅をね、ツアーで、ツアーで作っていて、で申し込むと、有料で見てもらえるとか、から我々も、年に2回ほどイベントをやってるので、そのイベントの時には、見に来てもらうとかいうこともやってます。そういうのってこう、例えばこれ沖縄に流れるラジオなんですけど、うん、沖縄の人でこう興味を持った人やなんかは、うん、ネットで調べれば出てくる。ネットで調べれば出てくるよ。一応ホームページもあるから。なんて検索すればいいんですか。いわゆる銀座ミツバチプロジェクトで。銀座ミツバチプロジェクト、はい、もうあと5分もないぐらいになっちゃったんですけど、うん、このプロジェクトってこの先どういう、 こう展開を見せていくような。この先ね、うん、非常に難しいところではあるんだけれども、全国で、都市養蜂をやろうという人たちが結構最近やっぱ増えてるんですよ。我々自身が、いろいろ、仲間を募ってやったっていうケースもあって、札幌だとか仙台だとか名古屋だとか大阪だとか、北九州だとか、大分だとか鹿児島だとかに、仲間がいますね。養蜂仲間、養蜂仲間、で、まあ、そういう人たちをコアにしながら、都市養蜂の、まあ、ネットワークを作っていて、でこれが実を言うと韓国だとか、それから、ヨーロッパっていうとあれだけど、ヨーロッパだとかっていうふうな国々でも、結構盛んになるような状態になってきてるので、広がってきてるんですね。そう、まあ、そういう人たちといろいろネットワークを作り上げるっていうことをもってして、一つの、まあ、あの大きい、つながりを作るっていうのはできると思う、ね。ああ、面白いですね。ミツバチがつないだ縁が。そう、ありがとうございます。せっかくなので、あの永井さんって僕から結構こうスーツをいろいろ作っていただいて、でもコーディネートなどもさせていただいてるんですけども、一気に話が戻っちゃうんですけども、あの永井さんにとってこうおしゃれだったり、こう急に服の話に戻って最後閉まっちゃうんですけど、こうオーダーすることの大切さとか、こう、まあ、身だしなみを整えることって、永井さんの中でこう どういうふうに考えてらっしゃいますか。決して人は、外面が大切だとは思わないけれども、内面が大切だとは思うけれども、はい、でも、誰か、一人の前に立つ時に外面がね、汚いと、あんまり印象が良くないですよね。そうですね。だからそういう意味では、それなりに、きっちりとした姿形、それから、清潔な形、清潔感ね、はい、そういうのを、まあ、維持していって、人と接したいなと、でそのための手伝いを、まあ、お母さんたちはしてくれてる。ああ、そう言ってたんですね。というふうに、はい。でもこうオーダーって楽しいですよね。楽しい。こういろいろこうやっぱ着てく服で相手に対する印象とか変わりますし、うん、与える印象だったり出てくる引き出しも全然やっぱり変わってくるんだなっていうのが、結構あの僕ワイシャツ会社の人も知ってるじゃないですか。だからこう永井さんは必ず決まってこの生地を作るっていうのも聞いたりするんで、すごくこうやっぱおしゃれに対する考え方っていうのがある人っていうのは、やっぱ人が周りに集まってる人が多くて、で、まあ、面白いことをやってる。まあ、その中でいろいろ接客のたんびに話を聞くと、ミツバチの話だったり、ここにたどり着いた経緯なんかもすごく面白い話聞けたので、何かこうファッション、最後沖縄の人と聞いてる人に向けて、まあ、人の前に立つ時に大切にした方がいいことだったり、まあ、何かそうじゃなくてもお伝えしたいことが一言でもあれば。沖縄って暑いじゃないですか。もう何回か行ったことありますけれども、で暑いけど、その沖縄 の, そのイメージを崩さないような、こう涼しげでトロピカルな服って、
結構大切だなと思っていて、街中で見ていても仮ユシウェアっていうかな、アロハシャツみたいな、アロハシャツね、仮ユシウェア、あれなんか見てるとね、フィリピンなんかでも同じような感じの、真っ白い独特の服とか、インドネシアなんかでもちょっとあったりなんかするんだけども、そういう感じのこう涼しげさというのは結構大切なんだなというのをね、そうですよね、すごくイメージにこうなってて、暑い中でも涼しく過ごす、こう明るい前向きな暑い場所っていうだけじゃなくて、こうやっぱりこう沖縄の人なんかも東京に出てくるとなかなかスーツの着こなし方がわからないって人が多いらしいので、仮試合がオフィシャルになってる分、こう自分の友人なんかも沖縄にいるんですけども、こっち行ってくるとスーツがすごくちょっとこうみすぼらしくなるから、なんか作ってよって言われたり、でもそれ沖縄ではこう沖縄の良さがあって、でも東京なんかスーツが着こなんで、なかなかこうむしろ東京の方が暑かったりする時なんかね、そういうこうおしゃれなものが自分が作り出していければそれも面白いかなと思うので、こんなところでちょうど時間が来てしまったのであっという間でしたけれども、またちょっといろいろお話を伺える機会があれば、またぜひ第2回も出ていただければと思います。また機会になります。はい、すいません、今日はありがとうございました。ゲストは永井さんでございました。ありがとうございました。飲んでくって吸って吐いてしみる場合